こんにちは、日向洋一です。それではまた、経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。はい、今回は73番目、妻の話を、それは辛いね、嬉しいねと感情言語にして言い直すということを、お話したいと思います。男性と女性のコミュニケーションの方法の違いというのをよくお話ししているんですけど、男性は男性のコミュニケーションの目的はですね、事実の伝達なんですね。だから男性の、会話の内容というのは新聞記事にすごくよく似ています。例えば為替がいくらとか日経平均株価がいくらとか、そういう事実を伝えようとするわけですね。例えばどこどこ の, 取引先と今回商談が決まりましたという形 の, 結果の伝達というか事実の伝達ですね。でその見積金額は何億ですとか、そういう感じ の, 話になるわけですけど、で女性 の, コミュニケーションの目的っていうのはですね、実は事実の伝達じゃないんですよ。もう一回言いますね、大事なことなので。女性のコミュニケーションの目的は事実の伝達じゃないんです。何だと思います？気持ちの伝達なんですよ。だから事実がどうだったかっていうことよりも、私の気持ちはこうなのっていうのを伝えたいわけですね。だから男性の男性が男性に何かを伝えて、もう一人の男性 の, リプライっていうか、その返信は了解しましたですよね。で女性同士のコミュニケーションを見てるとよくわかりますけど、女性 の, コミュニケーション の, その返信っていうかね、は分かる分かるなんですね。その気持ち分かる。だから気持ちをやり取りしてるんですよね、コミュニケーションで。で男性の場合はファクト、事実をやり取りしてるんですよ。でこれすっごい重要なことなので、本当に何て言うんでしょうね、こうなんか肝に銘じておく必要があるっていうことですね。だから奥さんと会話する中で、例えば上司がこういう難しい人で、こういうことで大変だったというと、男性がその話を聞くと、あ、じゃあこれこうすればいいじゃんとか、お子さんを育てている中で、こういうことがあって大変だったと、でじゃあこういうふうに頼めばいいじゃんとか、こういうことをやらせればいいじゃんとか、こういうふうに言えばいいじゃんっていうふうに言うわけですね。なぜなら問題に対する解決を男性はいつも探してるし、それをアドバイスし合ってるわけですね。ですけれど奥さんは、我々の妻たちはそんなことどうでもいいんですよ。というかそんなこと聞かなくても分かってるんですね。で彼女たちが私たちに何を伝えたいかっていうと、本当大変だったのとか、本当つらかったのとか、本当恥ずかしかったとか、その感情を伝えようとしてるんですよ。で男性の場合は感情っていうのは事実を歪めるものだと思ってるので、感情をその会話の中から排除しようとするわけですよ。だから何々社と商談に行きましたと、でこの人は感じの悪い人でしたとか、取引先 の, 社長はこんな感じ の, 人で私は嫌いでしたとかって、そんなことどうでもいいわけですよね。ビジネスがどうなったかを知りたいわけなので。だけど女性にとってはその部分が重要なわけです。それを伝えたいから。だから今回のお話っていうのは、その奥さんの話を それでどうなったのじゃなくて、それでどう感じたのかっていうのを受け止めないといけない。だから今まで我々が男性として、ビジネスマン、ビジネスパーソンとして
排除しようとしてきたものを見つけてこないといけないんですね。だからビジネススキルに長けた人が、まあ、あの夫婦関係のスキルに本当に音痴っていうかね、そういうふうになりやすいのは、まあ、男女関係もそうなんですけど、そういうことなんですよ。でビジネスの世界でうまくいってる女性たちっていうのは男性的な考え方をする人たちが多いんですね。だから秘書たちもそうだし、いろんな、まあ、取引先の例えば女社長とかもそうなんですけど、いわゆるビジネスの世界っていうのは男性の論理で回ってるわけですよ。で家庭っていうのは女性の論理で動きますので、まあ、そういうビジネスでうまくいってる男性が家庭に居場所がないというのはそういうことなんですね。で気持ちの、まあ、それは置いといて気持ちの部分を組んであげる必要があるわけです。だから例えば、ね、昨日子供が咳して一晩中咳して寝れなかったって言ったら医者連れてけばいいじゃんじゃなくて、あ、それはきつかったねと、今も大変でしょって、それがそれが本当に話を聞いてるということなんですよね。だから事実だけを聞いてても聞いてくれてるということにならないわけです。で奥さんが言った言葉の それでどういう気持ちがしたのっていうのを言葉に置き換えてあげるんですね。いやそれつらかったねとか、わあそれは大変だったねとか、特にネガティブなことを伝えたいがる女性が多いので、それが負担になるわけですね。でそれを聞いてもらうと、あ、気持ちを分かってくれた、で気持ちを分かってもらって初めて話を聞いてもらえたっていうふうになるわけですね。ですので奥さんが言ってる事実から、もしくはその何て言うんですか、状況から奥さんの気持ちを言葉にしてあげるということが信頼関係を築いていくとても大切なことになります。ということで、まあ、奥さんの言葉を感情、それは辛かったねとか、それは大変だったねという感情の言葉に置き換えて、まあ、表現してあげるということを今回はお話ししました。どうもありがとうございました。